フランシス・ヘンリー・エジャートン、1824代、8代、ブリッジウォーター伯爵、フランシス・エジャートンは、イギリスの貴族。1823年にブリッジウォーター伯爵位を、継承した。第3代ブリッジウォーター伯爵、ジョン・エジャートンが、祖祖父にあたる。祖父は、ヘレフォードの司教父親は、ダラムの司教であった。1803年に、 第3代ブリッジウォーター公爵のフランシス・エジャートンは子供がないまま死去。ブリッジウォーター公爵位は廃絶したが、ブリッジウォーター伯爵位は血統的に暴流にあたる兄ジョン・エジャートンが継承した。兄にも子供がいなかったので、1823年に爵位と資産を引き継ぎ、第8代ブリッジウォーター伯爵となった。母方の祖父は初代検徒校、ヘンリー・グレイである。 ロンドンで生まれた。パブリックスクールのイートンカレッジを卒業した後、オックスフォード大学のクライストチャーチで学んだ。オールソールズカレッジのフェローとなり、1781年に王立協会のフェローとなった。1791年にはロンドン高校協会のフェローとなった。学問の分野では1812年に白尺家の屋敷のある地域の,地域の地下水路に関する論文。 ディスクリプションジュプラン・インクラインスターインを発表した。大英博物館にフランスやイタリアの文芸に関する古文書を寄付し、さらに大英博物館に文献を購入する資金を提供した。王立協会に基金を残し、想像の中に示される神の力と知恵と善良さに関する論文集を出版するように遺言し、 八人の科学者が論文を執筆し出版された。ご半生はパリで暮らし、パリで没した。結婚せず、ブリッジウォーター伯爵家は途絶えた。エジャートンの残した資金で、次の八作品が1833年から1840年の間に出版された。パリ時代に、いくつかのエジャートンの気候が伝えられている。犬を客にした晩餐会を開き、 集められた犬たちは最新のファッションの衣装を着せられ小さな靴を履かされた。エジャートンは毎日新しい靴に履き替え、脱ぎ去った靴を並べ日数の記録にした。庭に羽を切った鳩を放し衰えた視力でも射撃の敵にできるようにしたなどの逸話が伝えられている。ありがとうございます。